今回歌舞伎町に来てます、なんで歌舞伎町にいるかっていうと、今日はねある視聴者から、取り上げてほしい、闇を暴いてほしいっていうことを真剣に DM いただいたんで、ちょっとやることにしました。Twitter でもね話題になってるんで、知ってる人多いかもしれないですし、ニュースにもなってたんで、知ってる人多いと思いますが、東横のハウルさんっていう人がいて、その方は、歌舞伎町で家出少年とか家出少女をかくまって、支援したりしてたらしいんですけど、なんかちょっといろいろね、問題を起こしたってことで逮捕されたんですよ。で逮捕された後に、拘置所か留置所、捕まってる、収監されてるところで、亡くなってしまったっていうことで、あまりにもその死因っていうのがちょっと奇妙だし、なんか裏があるんじゃないかっていうことで調べてほしいってことで、そういう声があったんですよね、最初取り上げるか迷ったんですけど、結構そういう声が多かったんで、みんな興味持ってるところだと思うし、僕もなんで、その人助けをしていた人が、道を誤ってしまったのか、そしてどうしてそういう亡くなるまでになってしまったのか結構気になるんで、ちょっと取り上げたいなと思います。で今から行くんですけど、なんで今回東横に来たかっていうと、東横っていうもの自体の実態にも迫りたいなと思ってるし、本当に家出してきた人たちが集まったりしてるんであれば、それはね、なんか見過ごしてはいけないと思うんですよ。もっといい解決だったりとかなんかないのかなと思って、やっぱり困ってる人たちを救いたいなっていう気持ちもあって来てます。でもとにもかくにもどういう実態があるか分かんないんで行ってみましょう、まず見てみましょう、現場を。で今回僕一人でねやろうかなと思ったんですけど、歌舞伎町ってなんか不思議なしきたりとか掟があるらしくて、歌舞伎町のディープなところに行くとよそ者をこう受け付けないっていうか、なんか結構危ないらしいんですよ。そんな中で手がかりもなく調査をしても話進まないと思うんで、ちょっととある、助っ人を用意した。そんな感じでね、歌舞伎町といえばこの人だろうっていう、強力な、かなり強力ですからね、知ってる人は知ってるだろうっていう方を用意しました、でちなみに今から来る人が東横界隈をまとめてるとは言わないですが支援してた、結構なんか手助けしてたらしいんですよ、手を差し伸べてたらしいんですよ、なんでかなりその裏事情詳しいと思います。なるほど、東横って何なのって話じゃない、多分見てる人からしても東横って言葉は聞いたことあると思うけど、これって何なんだろうなっていうのが多いと思うんで、僕もねあんまそんな分かってるわけじゃないんだけど、ちょっと不思議多いですよね。そう、謎がすごい、謎に包まれてるじゃん、その謎を明かしたいなと。分かりました。多分これカメラ回していけるのって多分ほんといないと思うから、僕たちにしかできないことなん で、あと人助けにもなり得るかもしれない。そうですね、なんでそういう人たちが困ってるのかもやっぱ知りたいし、どうしてどうやってじゃあずっとそこにいるわけにもいかないし、また事件に巻き込まれるのもね困りそうだし、歌舞伎町治安悪いのか、今日人めちゃくちゃ多くない、治安悪くなってない、なんかちょっと怖いね。怖いですね、怪しいやつがいっぱいいるわこの街は。溜まってるのがそれなんじゃないですか。あれか、あれが東横多分、これかちょっと見に行きますか。今回調査に協力してくれるのが、マリモさんです、もう歌舞伎町の闇、よろしくお願いします。歌舞伎町の闇といえばマリモさんですから、いろんなこと知ってますよね。マリモさんそのものが闇かもしれない。間違いないです、でちなみに今ちょっと女性の方が隣にいるんですけど、こちらの女性の方は、ハウルの元カノのジュリちゃんって言います。元カノです。その亡くなっちゃった、ハウルさんのとお付き合いされてた方。そうです。元カノの方がリアル元カノ。ずっとだから捕まる前とか、ちょっと前までだよね。ずっと一緒に。5年間。一緒に。じゃあ捕まる瞬間も。瞬間は。ちょっと僕も含めて そもそも東横っていうものが何なのかっていうことと、ハウルさんってどういう人だったのか、どういう活動してたのかっていうのが分かんないんで、ちょっと詳しく話を聞かせてもらいたいんですけど、そもそもこれなんかめちゃくちゃ人いっぱいいるじゃないですか、これが東横なんですか。そうです、なんでそもそも東横っていうんですか。ここが東宝シネマっていうビルなんですけど、ここ の横というか、未成年の子たちがバーッとこう溜まり始めて、でそれでハウルが来る前はもっといたんですよ。じゃあ今ここ溜まってる人たちは未成年なんですか。未成年が多いです。未成年がこんなとこいちゃダメじゃないですか。最近だいぶ減りました、もっといました。これでも減ってるんですか。減ってます。バイバイしたくないっていっぱいのに何そういうことする。頭悪いのかな。怒られてる。ちょっとそういういろんな人が取っちゃいけない。すいません。怒ってる。いいんですか。
そんな感じ。まあまあという感じでちょっとまあ取っちゃいけないとこもあるらしいんで。ちょっとそうですね。はい。緊迫感はありますね。まあ、やばいですね。ここにいていいのかわかんないけど、リアルに怒られる。ちょっと話聞けたりとかってするんですかね。はい。でもなんかちょっとまあすごいさっきからすごい荒れてるんで、はい、危ないかもしれないですね。まあ今はもう画面外ですごい女性の方がまあちょっと。まあ、なんて表現していいかわかんないけど、すごい怒ってます。まあ、そうですね。でしたらダメなんですか？だってあの人怒ってます。怒ってますね。映しときたくないですか、実態として。ダメなもんなんですか？そんなことないと思うんですけど。あんまり映す人いないですか？うん、今までは潜入する人がいないっていう。まあ、なるほどね。これがまあこの東横の実態ですね。ちなみに東横のハウルさんとは僕前会ったことがあるんですよ。はい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 。撮影でここ来たこと一回あって会ったことあって、その時はなんかもうボスみたいな感じでした。マニモさんも弟分説明してましたもんね。あ、近寄っちゃいけないっていうか中にうかつに入れない感じだ、うん、あるね。はい、今マニモさんにちょっとインタビューしていいかどうか聞いてもらって、また勝手に映してまた変な人と、まあ、揉めても嫌なんで。いいって。あ、本当に。はい、ここもいる。あ、もちろんです。え、ちょっと出てもらえるんですか？顔と声だけ。顔と声だけ。買います買います。顔隠してもらえます。顔隠します。あ、もちろんですもちろんです。はい。皆さんはこう東横によくいるんですか？僕結構いますね。おいくつですか？16です。16？ いい。失礼です。マジで？はい。ここで何してるんですか？なんかあのここに来れば。うん、関われる人がいる。普通に学校とか友達いない。なんでなん？学校で、まあ、通信から学校して、ここにじゃあ週どんくらい来てるんですか？3回。前は1ヶ月ぐらいですね。住んでたの？どうなんかこう暮らしてみて。めちゃめちゃ最悪です。最悪。最悪。住み心地ここ以上もあるってことかい？なんでじゃあここに集まるんですか？誰かがいるから。寂しいんだ。寂しいです。一人いるとめちゃめちゃ寂しいです。ちょっとまあ僕たち今度 YouTube の企画で来てるんですけど、はい、東横のハウルさんって知ってます？知ってます？1回しか会ったことないです。どんな人ですか？めちゃめちゃ優しかった。優しかった。最初僕ここ家出てきたんですけど、うん、家出てきた時にハウルさんって優しくしてくれて、うん、まあ、いろいろと教えてくれたりとか、うん、ここにいれば大丈夫だよみたいな感じで言われたりしたんです。面倒見てくれたんですね。面倒見るってじゃあハウルさんいなくなって変わりました？ここなんかめちゃめちゃ辛くないです。そうなんだ。やっぱでも本当に治安を守ってたっていう側面があるっていろんな人から聞くんですけど、めちゃめちゃ思ったと思います。今回亡くなった方がめちゃめちゃ来たんです。ゲボとか置いてあるやばくない？やばいです。うつ映していい？もし紹介してもらえたら。いやそうですね、今の人はみんな知らない。そうだよね、変わっちゃったんだよね。入れ替わりがそんな激しいんですか？めちゃめちゃ激しい。1ヶ月経ってますから。1ヶ月経ったら入れ替わる。はい、僕も6月から言うんですけど、そうですね。みんなどこに行っちゃうんですか？ね、だからもう自分のことか、まあやっぱ人生見直して自分の人生歩もうっていう人もいれば、そのまま半グレの方行っちゃう人もいる。じゃあここで困ってる人たちが集まるわけじゃないですか。この人たちを救うにはどうしたらいいと思います？小次郎王子がツイッターでお金配るわけ。小次郎王子にいるって、ここの人たちに400人くらいいるって聞いたって。あ、そうですね。全体的には何千人もいるかな。何千人もいるんだ。はい、まあ、はい、やっぱ悪いことしたりする人もいるんですか？いっぱいいますよ。そうなんだ。あ、なるほど。麻薬売ったりとか、薬だとか、まあ、毎週も当たり前と暴力脅迫みたいな。暴力脅迫？脅迫される？暴走脅迫してる、暴走してる、暴走してる、してみたらあれかな。やったりやられたり。やったりやられたりするんだ。めちゃめちゃ落ちてる。え？パパ活してるの？パパ活してるの？相場今考えてる。私はパパ活してるの？まあ、でも大丈夫、ね、やってないから。そういうのはちょっと人の人生だからさ、あんまり、ね、も言えないけどね、あんまりなんとも言葉にできないですね。友達の誕生日だったら別に、そんなね、ちょっと気持ちでいいじゃん。そ
な感じで、めっちゃ、なんか自分たちで生きてます。自分たちでじゃあみんな生きてるんですね、ここに。はい、助けてあげたくなるね、これは。でもこういう人たちを支援する人はやっぱり必要ですね。家に入れないんですよ。なんで？家にいたくないんだ。無理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 。雇用不採用の限定でお金かかってくる。ちょっと考えますね。動画いつも見てますんで、配信ずっと見てます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いやでもちょっと言葉にならないね。はい。ああ、ありがとうございます。今行きますか。とりあえず次。そうですね。ちょっと怖いんで危ない。危ないでしょ。危ない危ない。ちょっと危険だよこれ。今撮ってた。いや撮ってます。怖いです。怖いね。ちょっと目なんかもう目が笑ってなかった。ちょっとなんかこう恐怖を感じたね。ごめんなさい、よくあるんですか。よくあるよくあるこんな感じですよ。そのやっぱり普通じゃあ普通に社会生活できない人たちが集まるから。どういう人たちがあそこに集まってんの。いやもう、うん、まあ、もちろんその例えば生活がね、はい、困難な家の子っていうのもあるんですけど、はい、意外とあの裕福な家の子もいて、コロナ禍ではいはい、リモートになってしまって、うんうん、ずっとそのお父さんとお母さんが家に行って喧嘩ばっかしてるからって言って飛び出してきちゃって、そういうことかも。なんか事件に巻き込まれたりしないんですか。巻き込まれまくってますよ。そうなんですか。巻き込まれまくって、それってめちゃくちゃ問題じゃないですか。そうですよ。だからその辺の漫画喫茶とかで要は配信してるとか、巻いたりとか。それをハルが、はい、結構あいつ頑張って治安を維持してたんですよ。よくしてた、よくしたんですか。よくした。だから最近ちょっと治安悪くなってるんですか。なんか治安悪い感ありましたよ、久しぶりに。入り口がめっちゃ怖かったです。歌舞伎町治安悪いと思いましたよ。あいつ頑張ったんですよ。歌舞伎町治安悪くなってるよ、これ確実に。前からこんなんでしたっけ。いやなんかちょっと危険な、香りがするもん。確かに怖くない。これはここは何の集まりなんですか。なんとなくそういう女の子買いに来る人もいますし。やばいでしょ。歌舞伎町やばくなってるよ。治安悪化してる絶対。やばいっすね。3年連続歌舞伎町に来たから分かる。悪化しますよね。いやこれ悪化してるわ。ほんとこんなんじゃなかった。やばい。こっちに来たことがないだけかな。こっちはまあでも悪化してます。悪化してます。悪化してます。いやなんかもうほらちょっとなんか物騒だな。物騒だな。どこ行くんですかこれ。あの私うちの事務所あったら、はいはい、助かります。もう一個なんか東横があるらしくてそっちにも行きたいなと思うんですけど、はい、もう東横って一個じゃないんですか。まあ一個というかこの界隈、この界隈を東横っていうの。すぐあの辺なんですけど、はい、あの満喫ですね、はい、そこでだから家で俺たちが泊まってたりとか、それこそそこで売春とかありますよ。満喫で売春するんですか。あのそういうこともあり。あ、そんなことある。ここにいっぱいいたんですけど今はいますね。あれがあれも東横の人。そうですそうです。これも東横っすんだ。これも東横ですけどキッズたちではないな。東横の定義は分かんないな。あの子たちこの人たちではないす、ね。すごいな。まあ、ということでちょっと事務所に移動してきたんですけど、そもそももうちょっともう一回整理すると、東横はあの東宝シネマズビルの横に集まってる人たちのことを指すんですね。うん、場所というか。そうですね。そこにはいろんな人が来るわけですね。はい、未成年の人から行き場を失った人たちが集まると。ああ、なるほどね。大体どれぐらいの期間あそこにいるんですか。もう朝からままでずっといる子もいますし、まあ、要は終電で、まあ、このタイミングでって言って帰る子もいますし、まあ、それは人それぞれ。あそこで寝泊まりするわけでもないんですか。ああ、してる子もいます。はい、暖房敷いて、みんなとワイワイ。そうなんだ。うん、すごい。で、彼女は、この春の元カノさん、はい、もう名前も一回ちょっと聞いてもいいですか。ジュリーちゃん、ジュリーさん、はい、お願いします。で、
ジュリさんも東横の住民だったんですか？あ、違います。あ、私は違うんですね。はい、私出身が新潟なんですけど、うんうん、新潟から一緒に歌舞伎町に出てきて。あ、そうなんだ。あ、はい、じゃあ、ハルさんはもともと新潟の人だったんですね。はい、そうで、案内所で働いたんですよ。元々彼は。で、そこがあって、私はキャバクラで働いてて、うん、そこで出会って、うん、付き合って、うん、で、一緒に歌舞伎町に行った、うん、出てきたと。出てきました。で結構有名なあの生主、ニコ生主みたいな、うん、だったんです、彼が。それで、あの仕事があんまりないからっていうんで、その友達の子から、あの仕事ないって振られて紹介してもらったんですよ。あ、そういうことなんですね。で、初め、あのホストやってたんですよ。ただこう、結構ああ見えて真面目というか、はい、あんまりこう、女の子にお調子いなくて、うん、で、かっこいいんですよ。かっこいいんですよ。顔がかっこいいんですか？顔かっこいいですよ。かっこいいよね。あのファイナルファンタジーのクラウドみたいな感じで。え、なんでそもそもじゃあその東横が入ると呼ばれるようになったんですか？どういう東横とのつながりがあるんですか？それでホストを結局向いてないって自分が、その、はい、でホストはやっぱりあの女の子を、はい、あのこう騙してるみたいな感じになって、はい、でそれはできないからどうしたらいいって言われてたんですよ、はい、でそれであいつ自身あの元々あの施設出身なんですよ。で身寄りとかもなくて、でそれであそこにいる子たちがなんか心配だって言って、なんか毎日あいつ顔出すようになったんですよ。あ、そのあそこの東横に。そうなんです。でそれで、まあ、毎日その、まあ、そこであいつが行ったぐらいの頃ってもっと結構ひどくて、うん、薬とか売春とかも本当にひどかったんですよ。それをもう止めるんだって言って、でいち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 そのヤクザとナロハン社なのと揉めるたびに電話くんですよ。今こういうのと揉めてて何とかなんねえかみたいな。でも何ともなんねえよっつって。あ、でも真弓さんだったら何とかなりそうっすよ。本当に朝方の4時だ5時だぐらいには言うん で、 でそんなんだったらとにかくやっぱり元からっていうんじゃないけど、その、事件があるたびあるたびやったらしょうがないんだから、みんなをまとめて一つルールなり何なり作って、そうならないように組織するようにって話をして、で、あいつ卍会って作ったんですよ。卍会、うん、ああ出てきますね。そうなんです。卍会って何？あの東京リベンジャーズの卍会を真似たというか、はい、で歌舞伎町卍会って作ってグループラインを作って、であっという間に3ヶ月とかで200人とか、そうだよね。それで卍会はどういう活動をしてるんですか？あんまりこう実態がわからない。卍会は、とにかくその、まあ、家出少年とか家出少年もそういう子たちをこう集めて、あのゴミ拾いしようっつって、でとにかくゴミ拾いをしてました。ゴミ拾いは、はい、学長のね。であいついつも自分であの家であのスパゲティ作ったり、うん、おにぎり作ったり何作ったりして、それをその子たちにずっと持ってた。へえ、そうなんだ。じゃあそれで救われた人もいっぱいいるわけですか？いっぱいいると思います。じゃあハウルさんは別にあそこに住んでたわけではないんですよね？住んでないです。あのジュリちゃん家に。私も家に住んでた。そうなんです。じゃあもう毎日でも東横には顔出してたんですか？私は出してないんですけど、うん、彼はほぼ毎日いてたよ、ね、雨が降らない、降る日は。そう、雨だけ嫌なんです。雨だけ雨嫌いでしたもん。嫌い。じゃあ顔出してそういうふうに支援をして、うん、やってましたね。でそういうあのトラブルがあったり、そのあいつが一番嫌ったのが、その女の子、ちっちゃな女の子たちにあの売春したり薬させたりするような、うん、やっぱり悪い男がいっぱい来るんですよ。そういう、そんな人来るんですか？いっぱい来ます。どういう風に来るんだから、じゃあここでね買収してんだったら、そのみかじめ料が必要だから、その持ってきたその稼いできた分の半分をよこせっていうのをヤクザじゃなくて素人の方が言うんです。素人と。そうです。でも本当に何の権限もないです。ないです、ないです、ないけど。そんなことするんですか？するんです。それで分かりましたってなるんですか？で女の子たちもやっぱり怖いから、分かりましたって言って買収してきて、その半分をこうやって持っていったりとか。へぇ。薬とかですかね。どういう薬するんですか？だから覚醒剤、大麻、コカイン、うん、をあそこでしてるんですか？あそこで、まあ大体ホテルに行って、その要は、そういう悪い大人がですね、そういうことやれやれっていうふうに一緒にやって、それで目取りとかして撮影して、それをだから
言うこと聞かないんだったらこれ親に持っていくぞみたいなこと言ったりみたいなことが、すごいですね。へー、それをすごくあいつ正義感結構あるので、そういうのがあるともうそこに突っ込んでって、お前やめろっつって、そういうやつです。でもそれでなんかじゃあ返り討ちにあったりしないんですか？強いんですよね。あ、強い。結構強いよね。強い、鍛えてましたね。格闘家なんですか？いや、もうやばいですよ。でかいダンベルが家にずっと入ってます。あ、じゃあもう歌舞伎町を守ってる人みたいな感じだったんですか？そういうつもりで。そうなんですね。そうなんです、じゃあそこにいる人たちは結構じゃあ本当に、まあ、かわいそうな境遇の人たちが集まってくるわけですね。そうです。ただ一時だからそのほとんどがその何時間に入って結構その、まあ、治安が保たれていたというか、なんか良かった時もありますね。じゃあハウルさんはじゃあみんなに慕われてたんですか？慕われてたと思います。電話もよくかかってきてました。家にいる時に、一緒にまあドラマとかアニメとか見てて、結構もう男の子でも女の子からにも電話かかってきて、出て話聞いてアドバイスしてっていうのをやってました。それってじゃあハルさんにとって何か見返りはあるんですか？ないです。あ、まあ、いわゆるこうボランティアみたいな、はい、どうやってじゃあその彼は生活してたんですか、生計を？まあ、私ですかね。私が支えてたんです。食材とかも一緒にスーパーに行って買って冷蔵庫入れて、私はもう夜仕事があるので仕事に行ってる間に作って豊洲行って振る舞ってました。私は何をしてやってる人？私はキャバクラで働いてます。いわゆるじゃあお金をこう出してやる人。じゃあなんか紐みたいな感じ。そういうことですか。なるほど。紐だけどみんなに支援する。そうなんです。ボランティア。だからお前自分の心配しろっていうのはさっき家賃払えなくなったり、僕も。結構出してるので。マリアマさんとはどういう関係なんですか？で、それで、そういうのにもともと紹介してもらって、万事会のっていうのがあって、だからまあ、しょうもないやつなんですけど、まあ、どこでみたいな感じで、一応まあ、連絡してくるんですよ、毎日。報告してくるんですよ。何報告するんですか？こういうトラブルがあって、こういうことがあって、自分はこう解決したんだっつって。別にマリアマさんになんで報告するんですか？でなぜかあいつツイッターにグルダンってなんかこうグルダンって書いてたんですよ、あいつが。グルダンではないんだけど。でもそうなんですね。じゃあ結構親交が深かったわけですか？今までいくらぐらい支援してましたんですか？あ、でもそう、そんな大丈夫です。ジュちゃんもね、いっぱいだよね。そうですね。でそれでまあちょっと事件のことになるんですけど、なんかね、その逮捕されたということでいろいろあったんですけど、あれの真相ってどういうものだと思いますか？まあ、僕もその逮捕された後に弁護士さんの方から、うん、まあ、ちょっと話聞かせてくれみたいなことも来たんですけど、本当は僕分からないですけど、うん、まあそういうのなんでいろいろこう慕われたりもしてましたし、だからそんなにまあ未成年の女の子たちをどうこうしたいからってことでやってないと思います。活動はそもそも、そうですね。だからそこで恋愛感情が生まれて、うん、まあもしかしたら年齢も偽られてたかもしれないし、で多分その結局それで帰ってこないからっていうんで親御さんとかから多分通報されたんじゃないかなとは。でもそれはちなみになんか浮気にならないんですか？それはその時に別れ、そうですね、去年の12月に別れたんで。あ、そうか、じゃあ別れてたんですね。その間、なるほどね。その間、あ、でもまた付き合った。でもそう、付き合ってはないですけど、また一緒に住もうみたいな LINE は結構来てましたね。あ、じゃあハウルさんは別れてからどこにいたんですか？ジュリちゃんの家です。別れてからは、3ヶ月間の家を残しておくから私は出ていくねって言って、その間に何とかしてって言ったんですけど、なんか次はなんかまた女の子の家に行ったみたいです。なるほどね、リアルですね。刑事さんから出てきて、その刑事さんがその歌舞伎町であったなんかその暴行殺人事件が
があったんですよ、うんうん、それでなんかハウルのことを調べるっていうのでもっと交際相手ですよねっていう電話がかかってきて、うん、お話聞かせてくださいって言われて、あ、わかりました、うん、でそれで防犯カメラの映像とか見させられて、うん、今この方とお付き合いしてるみたいなんですけどお知り合いですかみたいな、あ、知りませんって言って、うん、話でした。え、暴行殺人事件にかかってるなんか、ね、いや違うと思います、うん、だったら、うん、なんか東横界隈の話だったから、あ、そういうことか、はいはい、そういう問題が例えば全国でじゃあ大阪でそういうトラブルが起きてとかそういうことの事件を起こした犯人とかが潜伏するのに歌舞伎町にいたりとかそこに混ざってたりしたんですよ、だからさっきちょっとカメラで撮った時にすごい反感じゃないですけど、映っちゃいけない人もいるみたいな話はそういうところから来てるの、まあその親から、うん、あの逃げてきてる子とかもいるので、うんうん、なるほどね、そっか、じゃあで、まあ、その捕まったっていう報道流れた時はやっぱどういう気持ちだったんですか、ショックとかショックでしたね、やっぱり、うん、彼の夢が養護施設を作ることだったんですよ、うん、施設育ちだったから、それはなんか出会ってからも別れる時も変わらなかったんで、その気持ちは5年間ずっと、それがもう夢で、そういう自分がそれで養護施設の職員をやってたこともあって、でそこですごいこういじめがあったりする現場も見たんで、うん、自分が養護施設作ってそういうことがないような、子供たちが健やかにいられるようなものを作るのが夢だった。へー、だから今回の件は逮捕されたっていうところはものすごいあいつにとって辛い、そんな風にその女の子たちとか少年少女と向き合っていたんだって思われてることが、うん、そうか、一番それが辛かったと思う。本当にちゃんと向き合ったんですね。あ、そうですそうです。だから今回のね、どのようなことで亡くなったってことは、うん、全然ニュースになってないと思うんですけど、はいはい、僕はもう自殺したんだと思います。やっぱりすごい本当に救いたいなと思ってやってた人だったんですね。そうですそうです。うん、それから何かじゃあ連絡とかっていうはないんですか、その警察の方からか分かんないですけど。ああ、全くないですね。じゃあこのままどうなっていくんですかね、このままだんだん忘れられてなかったことになっていく、うん、死因がはっきりしてないですもんね、うん、闇を感じますね。感じますねその今じゃあそのハウルさんがいなくなってから何のぐらい経つ、2ヶ月半ですか、3、4ヶ月逮捕されて、逮捕されてから、まあ、そういう、まあ、いわばこう統治する人っていうか、ね、そのみんなをこうまとめる人がいなくなったわけですが、その後それから東横って変わりました、変わりました、どんな風になったの、そういう風なちょっとハウルがめんどくさいやつだからとかっていうことで近寄らなかったメンバーがまた戻ってきて、うん、同じことを始めた。まあ、じゃあその女の子を食い物にして、そうですね、ただそれを思ってか何かわからないですけど警備員の方の数は増えたと思います。あんな風にいなかった、今日いなかったんで、うん、でもやっぱちょっと僕本当に久しぶりに歌舞伎町来てすごい治安悪くなったなと思ったんですよ、うん、本当に悪くなった気がして、たまたまなのか、あの人は増えたと思います。増えましたよね、あんな人いなかったです、ね、地方が全然稼げないたり、その地方なんかとかなので歌舞伎町出てきてるんだと思います、たくさん。でも無法地帯みたいになってるんですかね、あそこは、うん、あの場所はそうですね。今後じゃあどうしていくんですかね、あの、まあ、新宿町なんかがすごくこう積極的にそういった子たちが現れないようにってことで活動はすごく行政の方が、うん、前向きにやってくださってるんで、うん、であとあの場所が東急というかが主導になって、あそこにゼフ東京とか、うん、大きなその施設ができるんですよね、うん、でそれに伴って多分まあ、あそこにねたむろうのはって感じにはなるとは思うんですけど、うん、それは場所がきっと変わるだけ、そうですよね、根本的な解決にならないですよね、うん、また行き場を失ってそれぞれどっかに行くわけですよね、うん、はい、なるほど、
まあ、でも今回ちょっといろいろ聞かせてもらって、思ったより闇が深かったし、もっと解決しないといけない問題があるんじゃないかなって思いました。まあ実際あそこに行き場を失って来てる人たちって本当に困ってる人たちだと思うんですよ。そういう人たちを、まあ、救えるように行動していくのが大事だと思うんですけど、これってまあ僕はね、こういうふうに発信して問題提起する、絶対伝えることはできると思うんですけど、救済することまでは正直力を及ぼすできないんで、やっぱこういう問題こそちゃんと国が、行政が目をつけてきちっと解決してほしいなって思います。うん、はい、まあなんで、まあ、ちょっと僕はこうやって問題提起をすることしかできないんですけど、まあ、あとはこれを見て行政の方が、まあ、見てくださったら動いてほしいのと。やっぱりもう歌舞伎町といえばね、マリモさんの力も大きいと思うんで、なんかこう、あの子たちのためにもできることがあればしてあげてほしいなと本当に思います。お願いします。はい、はい。まあ、こういう動画を撮ることで何が変わるかわからないんですけど、やっぱこういうことを伝えていくことで、まあこれを見てくれて、ね、何かあの困ってる人たちのためにしてあげれるよとか協力できるよって人が増えるかもしれないんで、まあ、少なくともあそこには本当に闇を抱えて困ってる人がたくさんいるってことが分かりました。はい、今回はこんな感じで、今話題になっているトー横の、まあ、裏側に迫ってみたんですけど、まあ、本当に何ができるかなっていうのが、僕の中でも今、明確じゃないんで少し歯がゆいんですけど、この動画をきっかけに、まあ、解決のね、こうなんかきっかけになってほしいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。